ウグイチ魔王とワンルーム勇者、星さん。昔伝説の勇者に倒された魔王がメインヒロインの漫画。その魔王は何度でも復活する能力を有しており、10年後に幼女として復活し、昭和の戦隊ヒーローものみたいな女幹部のハイレグティーバックの部下と共に、自分を切り殺した鋼鉄手にリベンジしに向かう。10年経った鋼鉄手は、条例によって社会的地位を抹消されており、ボロアパートに住むクズニートのおっさんになり下がっており、自分をぶち殺した鋼鉄手が落ちぶれていることに納得のいかない幼女は、その勇者が更生するようにお母さんを始めるという漫画。キャラデザが非常に昭和臭いというか、セクシー担当のメスキャラだったり、メインキャラが JK フォルムになる時の服のデザインといい、イメージクラブっぽいというか古き昭和の香りがして、この漫画家のフェチェがよく出ておりでね。魚介感がちゃんぽんのごったにみたいな感じで、ほぼ現代日本という感じの文明なのだが、なぜか勇者と魔王が存在したり、魔法があったり、現代日本っぽいけど隣国と戦争になりそうだとか、現代日本に無理やりファンタジーを入れ込んだような作風がごいすう。例えば、おまわりさんが不審者を捕まえるような感じだったり、主人公が条例で捕まった時の記者会見の動画が様子別っぽいところで見れるとか、普通の現代ジパングっぽいのぜ。でも魔王とか魔法とかあるし、隣国が謎の国家だったりして、あんこがゆわんゆわんするのぜ。シナリオもとても面白く、ケツの描写とかがとても色っぽくて実用的だし、作画もとてもお上手、シナリオもサラサラ読めるし、面白いと変わった感じの漫画を読みたい時に大変おすすめ。